こんにちは。こんにちは。こっちか。こんにちは。一応俺北海道だからさ。はいはい。そんなわけで、急遽ね、体調不良ですか？まあ体調不良というか、ちょっとなんていうの、息すると若干肺が痛い。痛かった。いや、それで、ちょっと歌ったりシャウトするには厳しいなと思っちゃって、はいはいはい、そう、それで、いや、もうキャンセルか、まあ延期しようかなと思ったんだけど、はい、まあせっかくアルタ君とこうやって喋ることも久しくなかったんで、うん、うん、グッズの販売っていうのも今回、タイミング的にあるから一緒に喋れるなと思ったんで、ちょっと演奏にはあんまりフォーカス今日は しないんだけど、うんうん、ギターだけ持ってるけどっていう感じですね。おー、なんか去年ここ数年ちょっとね、なんか体調気候変動なのかわかんないけど、ちょっと体調が急になんか変になることが多々、はいはい、あったりもしてて、先週もアルタ君にはお世話になりました。某個人の仕事でですね、東京行かなきゃなんなかったんですけども、でその時に、現場で検温でなんと僕38度で出てますどういうことって感じだよね、本当に。そう、それでその後あれです、なんだっけ、ジンマシンも出ちゃって、その日、それでもともとね、その要件終わったら一緒にちょっと出かけようかっていう話してたんだけど、でそれ一応前倒しで、はい、で一応コロナの検査では陰性だったんだけど、その時もね、ただなんか建物のっていうか、そういう会場のルールで熱感知した時点でやっぱもう入れないみたいで、そうね、今時はね、っていうことがありました。人道中でしたね。いや、sorry, today I wanted to play guitar and singing, but my health is became bad, especially my throat and the chest. So I asked to Aruta, so talking about new merchandise and a new album and anything, yeah. そう、38度あったんですよね。コメントこっちで。私も見てます。ワックーさん、スパチャをどうもありがとうございます。ああ、スパチャ、ねえ、なんか申し訳ございません。スパチャいただくような本日はあれじゃないのですが。これって BGM 流れてますよ。チャイチですか？流れ。多分、もうちょいあってもいいかもしれないですね。あげ申した。やっぱりね、ほんと急遽あるためにはお願いしてしまって、はい、全然問題ありません。メイクまでしてもらって、そう、一応俺今日清掃なんですよ、はい、ギゼグッズの。そうですね。うわ、そしたら俺白いの着てくればよかったね。いや、抜かりないですよ、はい、俺手元に全部あるんで、はい、着替えてきます、はい、私もうこれ白いの着れないんで、メイク上そうですね、滅ぼしということで結構でございます。Oh, it's okay. No need to apologize. Thank you so much. But sorry, probably so today, basically, so we are using Japanese language, but yeah, we'll try to English too. So I will introduce to new merchandise. Yeah, first. Aruta, I want your name. I like it. But you know, Aruta is name is a famous building name in Japan, so it's so weird for Japanese people. Yeah. Aruta 君、口の周り。そうです。そうだね。喧嘩してません。そんな年じゃないです。ナポリタン食べたんですかとか、口元殴られましたっていうコメントをいただいてますが、はい、最近から仕上げにやるようになって、あとビンディもか。はいはいはい、なるほどね。ちょっと今日は、いや俺、はい、今日ね、実はさっきサプライズでアルタメイクしてようかなって実は考えたんだよ、
だけど、うん、時間ないかなってやめましたそれ趣旨が分かんなくなるから。そうね、いや なんとなく今日はちゃんとできなかったなっていう罪滅ぼしのエンターテインメント。なるほどです。そう、はい、ちょっと待って、じゃあグッズの紹介、はい、しますよ。お願いします。ダダン、タンクトップどうですかねこれ。あのね、オレンジね、背景黒だから結構分かりづらいんだけど、着やすいっす。うん、これは M です。私も M です。これなんていうかアメリカンボディなので、普段みんなが選んでるサイズより一サイズ下をお求めいただいた方がいいかと。そうだね、俺ピタッとした普段のやつだったら L とか XL とか着るんだけど、うん、これだったら M でも全然着やすいっていうか、うん、ゆる余裕がある。だから女の子着たらちょっとセクシーで期待してますいやそんな話を昨日もしたよそう、あ、そうか。結構ほら後ろが柄空き系なので、こう、はいはいはい、ブラトップ派手なのと合わせるといいんじゃないみたいな話を。あ、なるほどね。So, I will introduce about a new merchandise. It's a new, our tank top. And, but it's a little bit bigger one than usual, usual tank top. So, please choose a little bit small one, maybe. Yeah. Anyway, maybe you are fit with this. I wish so.はい、でございますね。ちょっとリミッターかけまーす。あー、はい、声の。続いて、ダダン、つけましたよ、あるときこっち。そう、そうです、そういうのを着た。おお力技なんですよはい、力技なんですよ。これギゼの下にギゼ。いや本当はハロ、取っちゃおうかなと思ったんだけど、うんうん、なんかもったいないなと思って、まあ、はい。どうですか、めっちゃ履いてる。キャップかぶってるよ美人。ああ本当ですか、ありがとうございます、嬉しい。似合う、似合うね。その後ろからポニーテール出すのいいね。ああそう、俺髪長いから。俺も長いけど。こうした方が見やすい。あ、こうした方がちょっと見やすい。はいはいはい。うん、こういう感じで。私も。はい。紹介。でステッカーに関しては、これこういうタイプなんですよ。いわゆる車とかに貼るようなやつで。そうです。でこういう形で発送されるんで。もらった感じ、なんだこれみたいな、工作、小学生の工作みたいな雰囲気出るけど、もうこういうもんですこれ剥がして貼って、ちょっとコインとかピックでこうコスコスして、コスコスしたら外したらこっちについてますせで、はい、アイタくん、え、 iPhone の後ろに貼ったの、はいはいはい、こうやってなんと Apple のこのテカテカつきませんでした、うん、マジですか。はい、つかないですけど、見せるよ。 Yeah, and next merchandise is our new sticker, like only G, you know, like this. But careful, it's impossible to put on iPhone. Maybe everyone should change to Android. Yeah, because recently, so Japanese yen is became so cheap, so really difficult to buy new iPhone. So I'm considering change to Android actually, only phone, of course. はい。ですね。あとは黒ね。こんな感じ。これちょうどいいね。そうですね。はい、でさっきね一回俺剥がしちゃったの。はいはいはい、ね、見えてます見えてます。剥がしちゃったからちょっと
何かつけれるとこないかなと思って、はい、みんなも持ってるそうなものにつけれたらいいなと思ったんで、三味線につけようかな。持ってないね。びっくりだよ。ちょっと試してみますね。ちょっと見づらいんだけど、こうやってまず剥がすでしょ。もうちょっとマイク寄りでやってくれたら。あ、こうやって話すでしょ。やだ、俺絶対ミスりそう。これ弦張ったままだからミスりそう。あ、ダメだ。ごめんなさい、ポンコツで。せっかく画面避けたのに俺。ごめん、ね、はい、ちょっと待ってよ。あ、つながったつながった。これで、え、てい、てい、あ、斜めった。あ、メック取れた。メック取れた。いや、あ、はいはいはい。こんなのちょっと。こんなになっちゃった。ちょっと待って。じゃあ僕コメント返してますね。うん、まあいいわ。ちょっと外しとくわ。はい、とりあえずいいね。いや、はい、タンクトップ M でちょうどいいんですが、では私は S サイズかな。S サイズあります。こうやって、リップとかでコスコスして、で、剥がすと、なんと、そこに浮かび上がるのは、G。うん。なんか、ただの箱につけたみたいになっちゃった。ルーターかなみたいな。ルーターか、なんか野球のホームベースかなみたいな。と、まあ、これ、その、領事のケリーの、後ろについてるやつなんですが、ものすごく、もうそれ貼って何年ぐらいですかね。3年か。3、4年、屋外ステージを含めてね。3年だ。そうだ、いや、このギターがもう3年だもん。3年。3年でぐらい余裕で持つ、ハイ機能なステッカーです。そうね、車とかにも貼る、ね。そうですね。ミラー、ちょっと待ってよ、コメント。No. I have a Randy Rose. Great. No. Oh, thank you so much. I like Japanese big drums, but it's, you know,It's not drums, it's shanty. はい。ステッカーこんな感じでいいか。ステッカー。GG 兄弟に見えてきた。やばい。あ、はい。ああ。GG。韓国のファンです。いつか日本に行ってコンサート見るつもりです。アニョハセヨ。声あんま張りたくないんだけど。本当だよ。ハングゲポゴシパッソよ、うん、ポポチュセヨ、ポポチュセヨ。そうです。何ですか、何の覚えてる。ちなみに、ステッカーのサイズは1サイズのみですか。そうですね、これ縦7センチ横3センチぐらいなので、ちょうどもうほんとこんぐらいの、わかんねえかサイズ感ですね。要はスマホに貼れるようにって作ったので、はい、そうだね。何と比較したら分かりやすいかな。ゴッパーのマイクと比較したらこんな感じ。全然分かりづらいね。こんな感じ。あのカラオケ用マイクみたいなのとこんな感じ。まあ要はスマホの背中に貼れますよっていうサイズです。それ目的だったんな。iPhone 兄さん、Apple 兄さん、ギゼブロッカーでしたわ。ほんまにどないなってまんねやっていう感じでね。はい、GG 兄弟が多く。GG トップ。前のロゴステッカー iPhone に貼ってました。3年ぐらい使ってもよれたりしなかったです。でしょ？すごい。これお願いしてないですよ。ジュリさん。ジュリさんね、コメントをいただいてる。ジュリさんに
ちょっと強度あるとか言ったってとかそういうこと全然言ってない、忖度なしで言っていただいてますので、ぜひぜひ。これあれだね、マイクに入る、ああこうやって普通に運んで、はいはい、確かに。うん、あと何に貼れるんだろうな、みんなに貼れるのってなんだろうな、コップ、あ、そう、そうだ、コップもそうだし、水筒っていう意見がありやしたね、そういや。ああ、いいね。Get Nokia. It's the best. It's very about break. So we live. Yeah, maybe I need to buy new shamisen from IKEA. IKEA. Nokia ね、日本で売ってねんだよな。あ、Nokia はあるや。IKEA じゃないんだ。Nokia。いや、アイシ。ごめん、空目した。はい。空目した。はい。申し訳ない。いや、ノキア。いや、I will choose ノキア。はい。じゃあ次。あ、帽子か。はい。はい。アルタ君ちょっと。髪ここで結んでる上にヘッドホンしてるんですよ。はい。ああ、そっか。申し訳ない。ね、俺だとちょっと頭でかいんですよ。実は。で、僕のこと小顔だと思ってる人いたら意外と勘違いなんで、頭ワイドなんて言ったら大きめなんですよね、僕。多分。おそらく。アルタ君、多分女性サイズなんですよ。おそらく。ですが、まあ、この。そう、あとは、若干その、なんていうか、この、なんていうの、唾がさ結構動くので、うん、こっちにおんまげて、うん、あ、それもありだし、野球少年こう若干スマートにしてもいいし、見て、そうですね、あ、それね、実はフラットキャップ化もできますよっていうよ。うん、俺はこっちが好き、ね、うん、まあね、やっぱり確かにこれこうかぶってるイメージないもんな。そうだね、あんまボーイッシュなの、あんまりなんかスケーターファッションみたいなやつ、スケーターファッションみたいな、あ、帽子のサイズ可能ですよ、僕の裏ペコペコしてます、裏ペコペコしてる、こういうプチプチなんで、はい、大丈夫でございます。まあでも夏にいいよね、やっぱりちょっとメッシュキャップ、うん、やっぱりその普通のね、コットンのキャップだとやっぱ若干暑い。そうね、うん、で、あとこれバカ安いです。お、気になる、なんと3000円を切りました。あ、頑張ってます、はい。こっちの話ですけど、円安結構大変なんですよ、ね、いや、そうなんですよ。しかも海外に送れねえんすよ。あ、今送れないの？もうコロナでここ2年ぐらい送れないとこもあったんだけど、それがあのファッキングウォーのせいでさらに送れなくなった。あー、そっか、辛いね。まあ、国にもよるけどね。うん、So, yeah, it's possible to、ship in to overseas, but so there is an impossible country to, so please check.、うん、yeah, if impossible, so we'll reply to your email. But please try to buy it. 人生初カップ挑戦してみようかな。ああ、ぜひ挑戦してみてください。チャーリーさんにフットカップ。ん？チャーリーさん。え？めっちゃ混乱するやん。フラットかぶせてみていただけますか？
ステッカーをキャップ、ん？ステッカーをキャップに貼るのは多分変じゃないかな。似てないと思います。フラットかぶすとこんな感じでございます。よろしいでしょうか。うん、チャーリー頭ちっちゃいね。チャーリーはめちゃめちゃちっさいっす。モデルぐらいちっちゃいっす、頭。チャーリーだと全部締めてちょうどいいぐらいかな。チャーリー全部締めて OK みたいです。チャーリーがこの、失礼、このぐらいで、で、ピッタシって感じですかね。です。なるほどね。いいよ。はい。ちょうど僕、汗かいてきたんですよ。はい。あ、こんなところにいいものが。ででん。これなんタオル、正方形タオル。そうだね、うん、スクエアタオルです。逆だ、はい、すごいなんか渋谷のギャングみたい。ああなるほど。あそれも良かったな、ネックゲイター。あー俺ね使ってんだけどね、うん、あの山とか行くから、うんうん、ベンと口を覆うだよね。日焼けよけっていうのかな、うん、なんていうの、日よけっていうのかな。すごい便利よ、うん、あれ冬とかにも実はいいよね。ああそうかもね、うん、ボードとかやんなくても、うん、安いし考えてみましょう。ですね。ほい。いや、it's a square towel。 うん、probably it's a 30cm。 4040cm スクエア、オルモストスクエア。なんて説明したらいいんだろうな、これは。タオルです。タオルです、あのスタンダードなタオルです。白のところがふかふかしてるね。そう、ちょっと触り心地が。黒いところは印刷なんですけど、これなかなか印刷技術良くて、あ全然ゴワゴワしてないんですよ。そうね、そういいですね。タオル欲しいな、うん、今ならこれもお買い得。お買い得でございます。お買い得でございます。タオル初めて見る際、そうですよね、いわゆるそのバンドのね、あのタオルって言ったら枕タオル、そう、こういう系じゃないですか、うん、ただぶっちゃけこっちの方が使い勝手いいと思ったんで。これなんでまたこれにしたんですか。マフラータオルって持ち歩きづらいじゃないですか。カバンの中に1枚ぶっこんどけないでしょ。まあ、首にかけるようだもん、うん、のがいいっていう意見もあったんですが、例えば男性ってカバン持たない人もいるじゃない、セカバン1個とか、はいはいはい、それがこう4つ折りにして、まあ、20ないぐらいだとスッとねいけるかなっていう。なるほどね。思惑でございます。なるほどでございます。使わせていただきます。はい。今治タオルより高品質。それはどうだろう。でもマジ手触りいいですよ。ランチョンマット代わりに良さそう。ああ、それもあるかもしれないっす。何に使うって言ったら一番ピンとくんだろうな。何に使うんだろう。いやいやいや、例えばさ、前回ボヤージオブザフューチャーの新のタオルだとこう結構ギター吹くのに俺あ重宝実はして、はい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 、使い勝手として。なるほどなるほど、そうか、その手があったか。そう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 です。あれもありだね。うん、そうね。はい、次あれか、白 T だ。あ、そうでした。
これはあれですもんね、 T シャツだもんね。はい、これはこの間先月に発売した縦地 T シャツの完全なる色違いコンパチでございます。はい、 OK、 Next is White T shirt、It's my request、うん、My prefer is a white one。 着ようか。あ、ありがとうございます。着替えてみましょうか。はい、じゃあなんかちょっと喋って、はいはい、さてさて、そう、白 T シャツなんですけど、やっぱり夏に黒 T は暑いと、そう思います。なのでここに来て持ってきたわけですが、結構待望論もあったりしてね、白 T ここでようやっとお届けできるわけですよ、このこやつと合わせて。まだまだ暑いですからね。まあ、ちなみになんですが、こちらもね、S サイズ、まあ、いつも通りなんですけど、S サイズから 3XL まで余裕で用意してるので、まあ、いつもの通りです。白 T 可愛いんですけど、どうしたら着れないんですよね。いや、そうなんですよね。ちょっとケースの方がね、はい、しました。はい、これもうあのメタルバンドじゃなくてさ、はい、ヒップホップだよね、うん、なんかそういうやついるよ、こういう感じだよね、うん、でも本当そういう T、 これ 3XL だね、うん、あの俺好きなんですよ、でっかいの、うんうん、そう白 T 可愛いんですが女の子は着れないんですよね。あー、ブラジャー、そう、これ見せて他と差つけちゃいなよ違う、でもその多分その 3XL の素材だったら透けるんじゃねえかなと思うんですが、選べな、確かにちょっと、いやでもまあ透けると思うんで、そうっすか、透けて痴漢にあってギゼ訴えられたら嫌だ、それはないと思うんですけど、すげえ、俺なんか渋谷にいるチャラい子みたいな。でもその組み合わせいいね、改めて気づいた。これね、モデルがいいんだと思う。あー、笑い、なんだかんだ、しかも腕こういうチェーン、確かに確かに、絶対なんかもう探偵回したくなっちゃうんだよ、本当に回してそうだよ、行くよ、ギターでやる、ヤオはい、いい綺麗表示、あ、姫さん、おう、ご無沙汰っす。でもこれさっきのタンクトップもそうだけど、下にキャミソールみたいなのやっぱり着ないと、うん、あれなんじゃないの、そうですな、うん、全身に、まあブラトップ着りゃ、クレスも、あ、ごめんね、はい、ネックレスも引き続き売っておるのでございます、これゴールドだったら完璧やったな、もっとこんぐらい長くして、そうだね、なあ、どうしようかな、白で言いましょうか、このまま、ああ助かります、黒白にしときましょうか、差を出しましょうか、その組み合わせ本当にいいね、キャップと、ああこれ、うん、でも絶対俺のケリーに合わないぜ、いや、うん、なんかもうなんちゅうのダサニューメタルやってないとダメな感じ、何弦だったらニューじゃないの、リンプビズキット好きっすって言わないともダメな感じだけどね、どっちかといえばレイジだな、あ、レイジだね、トンポレロみたいな感じだね、確かにね、パンテラ、あー、パンテラも白を着てたんですね、 OK and we are selling continue our pendant too、 はい、はい、じゃあグッズとりあえずこんな感じ、はい、で、あれだよね、今回明日まで
あの注文いただいた方には、あの今回アルタ君と話し合ったのですが、我々のピックちょっとプレゼントしようかなという話になりまして、見えてますかね。ここ見えます。はい、アルタ君のピック見せてます。あ、見せてるね。そうなんですよ、すいませんね。いいね、なるほどね。いや、これはさ、たまたまなんですよね。昨日僕もあのツイキャスで配信してたんですけど、それの時に、あの結構先月引いたので、あの終わっちゃったピックがいっぱいあるよって話になって、はい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 、これを適当にぶっ込んでやろうかなっていう話をしてたんですが、はいはいはい、さっき領事が、ちょっと今日体調悪いわって話してた時にこの話領事からももらって、うん、はいはい、これは気が合いますねって感じで採用させていただきます。そうですけど、ただちょっとやっぱ全員が全員ってわけじゃいかないので、ちょっともしあの10枚前後だと思うんですよ、うん、ちょっともし明日中に何か頼んだけどもらえなかったっていう人いたらすいません。No, it's not sale, so we'll present. It's gift. So if someone buy our new merchandise, so we will put our new pick everybody. But there's a limit from people. Yeah. おっと。Yes. まあ、領事と俺の10枚ってで、まあ20名ぐらいですか ?20 名前後。あ、1人2つ。あ、なんかいいんじゃない？なんかそっちの方が可能性広がるし。可能性を見出して。本当に2枚入ったぐらいし。まあちょっと大変相談しつつ、はい、ありがとうございます。で、ついでなので、グッズの話はこんな感じで。はい、まあピック。本当久々新調したんだよね。うん。うん、いよいよ活動もだいぶ兆しが見えてきてというか、この3年間は何でしょうね、リリースとかそういう作品とかで出すところで止まっているんですが、はい、やっと動き出すそうで、まあ本格的な活動は多分来年になるとは思うんですけども、まあなんかピックが来たりして、すごい、新しい活動が始まるのかなっていうちょっと希望が、うん、希望の実感が湧いてます。はい、でこれは一応エンドースメントでマスター8ジャパンっていう池田工業がっていうところが、そうです、ビッグですね。で僕のはポリエステルかな、んポリエステルっていうの、ポリの1ミリのジャズ型、はい、Yeah, it's my new pick, so it's polyester and 1mm and jazz type. It's so tiny one, but it's so good for shred play. My preferred is this one. Long time I didn't change the picks. And his pick is by nylon and triangle and 1mm.It's also 1mm. グッズは9月17日までに届くようにお願いいたします。頑張りますっていうか絶対すぐす、即日発送可能なんで、まあ来週で、来週ですね。あとお盆が挟まるのでちょっとわかんないですけど最速で、うん、あ、鋭い、ポリアセタール、それです、ポリエステルポリアスタール、まあポリ、ポリアセタールとポリエステルって一緒なんじゃねえの？まあ発音の違い、あのレディオかラジオの違い、スタジオかスキューディオの違い、ね、知らんけどってやつですね。はい、そうだ、最近ちょっとさ、エンドースの紹介でも今日したいね、うんうん、話をしてたんですよね。So we will introduce today our endorsement instrument.
アルタファースト。ちょっと待ってね。これカメラの準備するから。ちょっと英語の翻訳頼むで。ちょっとお待ちくださいね。なんか弦とかの。うん。弦も、はい、カメラが通りましたが、こやつが私のエンドース組ですね。まず、DR ストリングスの DDT。これはもう、私の音に欠かせないやつです。心臓部ですね。で、これで、5弦チューニングの BEAD で、やってます。ほいで次。みんな大好き、サンズアンプ。このまんまのセッティングで、まあ、いつも配信など、やってます。で、最後、秘密兵器が、同じくテック21。ちょっと熱いから俺、タンクトップに書いていい、はい、スティーブ・ハリスモデルのプリアンプです。こやつが、2チャンネルあるので、これをこうやったら歪みが増して、これバッキングで、みたいな。そんな感じでいつも配信をやらせてもらってます。で、ケーブルに関しては、りょうじも僕も、EX プロ選手に、の、これは黄色？ハイファイな方っすね。で、やらせてもらってます。もちろん、もうちょい。もちろんパッチケーブルも EX プロでございます。こんな感じ。私のエンドースは、すべてあの、菊谷ミュージックっていうところの A&R の人が昔からよくしててくれて、私の足元などは成り立っているのです。はい。私はそんな感じ。ギターじゃない、しっかり忘れてた。それ一番大事ですからね、自分は。はい。言っときますけど。で、こやつが、冗談ですよ。私の、マイディアベースですね。で、ここにも、はい。ご覧の通り、G のステッカー貼ってます。ブラック&ホワイトで。これは私が10年前にオーダー出したものっすね。はい、私の USP はメズでした。よっ。どう？エンドースってメリットあります？エンドースのメリット、単純に、あれですよね、あの、メンテが、ね、メンテのその煩わしさっていうのは絶対にあるじゃない、うん、っていうのを解放されるだけでものすごくありがたい、うん、なるほどね、俺はやっぱり消耗品に関してはすごい、うんうん、それもある、うん、弦とピックに関しては、うん、シールドもか、まあ、俺も EX プロなんですけど、まあ、結構消耗品に関してはやっぱりね、すごい助かってて、だなんか、まあでもやっぱり、いいことばっかでもなくて、いや、あれ試したいな、これ試したいな、が、一応その、いただいてる以上、その、広告等の、そういうものが、できないくなってしまうっていうちょっとしたデメリットというか不自由さっていうのは正直、まあそうですね、そう、何でもかんでももらうのがいいかっていうとそうでもない。確かにそれはありますな。だからすっごい有名な人でもさ、エンドースしてない人いるじゃん、うん、だあれそういう人だと思うね、うん、うん、まあでも全般的には本当に助かりますと、うん、
そうだね。これ、そのギターとかは、うん、ぶっちゃけ俺にとってプロモーションしてもらえてるっていうか、うん、そのジャクソンが巨大で、うん、ちょっと逆転なんだね。まあまあまあ。立場っていうと、ジャクソンがすごい巨大な世界的な。うん、だね。Yeah, my endorsement is Jackson guitars and Arnie Ball strings for electric acoustic boss type one. And yeah, it's a Japanese brand pick, Master 8. And the cable is EX Pro. I really love Jackson guitars.And we are talking about what's the demerit or merit and the merit. So there is a both reasons. So demerit is that we can't use freedom, you know. If yeah, there is a something funny story. So I wanted to play Les Paul by Gibson. And you know, Trivium's Keith Murphy, Matt Mashu.Matthew said his Les Paul give you, he said to me. Then I asked to Jackson guitars, so Jackson guitar said definitely no, because, you know, Jackson company from Fender, you know, Fender. So, you know, Gibson and Fender seems like a Monster and Red Bull. So, unfortunately, I couldn't use Les Paul.But my first guitar is Les Paul by Epiphone. So it's so nice guitar. And honestly, my preferred sound is Les Paul than Stratocaster. But recently, I also really love Stratocaster too. ですね。Yes. Yeah, but you know, really good for like guitar picks and strings endorsement because it's a...Every time need to change, so every month, every day. I mean, pick is every day. I need to check. I need to change. So it's really helpful for our activities. Yeah. はい。はい。でございましたね。なんか逆にこれから欲しい楽器とかさ、エンドースとかじゃなくなんかある。いやもうこれはね全然メタル関係ないじゃんってなっちゃうかもしれないんだけど、あのエレクトリックチェロが欲しい。はあ、いいですね。チェロいますよ。そうなんですよ。でもあるよ。それはあの北の大地でしか弾けないんですよ。買えよ。違う音量。ああ、そういうことね。なるほどね。そうそう、オッケーっていうのはさすがにあるので、うん、いやチェロで、いやなんならバイオリン変えようって話なんだけど、ラ・カンパネラを弾きたくてね。おー、うん、ね、yeah, he, now we are talking about now what we want, new instrument. New, so his answer is electric cello. Yeah. he won't play ラ・カンパネラ。ラ・カンパネラ。List.俺なんだろうな、俺テレキャス欲しい。あれ意外だよね。トム・モレロになっちゃったの。いやちゃうのちゃうの、あのね、あの千歳にあるリバタリアっていう、うんうん、バーがあってね、はい、そこにテレキャスがあんのよ。あ、はいはいはい。すんげえいい音すんだよね。ああ、すんげえ気持ちいいんだよね、弾いて。はい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 、はい、3年近く行ってないんだけど。あ、そんな全然行ってない。ああ、違うわ、あの前あの収録、あのコンサートやった時の後は行ったと思うけど、あれ最後だ。それ以来行ってないわ。はい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 。そう、あのギター好きでね。うんうんうん。あとなんだろうな、なんかケリーがいっぱい欲しい。ああ、ケリーがいっぱい欲しい。はい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 。で、俺実はあの自分のオリジナルギターを作る手だったんですよ、うん、今年。そうでしたね。ね、っていうのはもうジャクソンじゃないの、それが。もう自分で工場に委託して
ロゴにギゼって入れて、で32フレットのギターで、ちょジャクソンに相談したんですよね。おお、実は。でそしたらやっぱり使ってほしくないと。まあそりゃね。で一応ケリーのそのタフレットできないかだけちょっとその、うん、考慮してくれるっていう話になって、はい、まだなかなか実現にはまだ至ってないけど。 So now I want new Kerry, but you know I want a 32 fret Kerry because I want to play violin song by guitar more high noteI really wanna use. so, this year, so I tried to make my own original guitar from my own company, kind of my, I asked to factories, but Jackson doesn't want use my own, another brand guitar. So now I'm asking to Jackson Guitar, so please make my new guitar.But we are just stacking this topic with Jackson. But hopefully, so Jackson will be make 32 fret to my new guitar, my new Kerry. So, で、その Kerry に関しては、あ、Kerry っていうか、32フレットに関しても、はい、まあやっぱ Kerry シェイプでいこうかなと思って。確かに。えぐやいけそうだね、フロントピックアップなしで。そうで、あのブラックダリアマーダーっているでしょ、うんうん、ブラックダリアマーダーのギタリストブランドンってやつかな、はい、が、ケリーのギターを出してて、はい、でそのブランドンのギターは32フレットのこう斜めにこう書くタイプがあって、それは作れてるんだよね、うんうんうん、だ32ももしかしたらいけるかなって思ってるんだけど、確かに。やっぱりジャクソンでね、わがまま言えるのって、やっぱ世界的にちょっとやっぱもうちょっと活動してからなんだよね。なんか、まあ、まあ売れてからやない気がすると。その、日本の代理店通してる人、俺の場合、直接ジャクソン USA、まあ厳密に言うとフェンダー USA との取引をしてるんだけど、で最近になってフェンダージャパン、が日本のジャクソンやってるんだけど、そっちもまあお世話結構してくる。うんうんうん、感じかなという感じですね。ブラックダリアマードのボーカル一緒にやったよね、うん、だいぶ、なんでもだいぶ前じゃない、ちょっと前か、うん、ちょっと前だと存じております、うん、なんか最近気になったそういう音楽のニュースとか気になるバンドとか。音楽のニュースっていうか、まあ、セイブルヒルズっているじゃん、うん、はいはいはい、あれがバッケンのメタルバトル、うん、うん、ああメタルバトルを優勝したっていうのを見て、お、素直にすげえなと、うん、ね、すごい。俺もさ、あれ去年じゃねえや、この名前に優勝したバンドが中国のタイプロムソロっていうのがあって、うん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 、結構好きなんだよね俺。なんだけど実はあれ、じゃ あれの優勝したバンドってそんなにその後活動してなかったりするんだよね。バトルビーストぐらい？いや、あれは初代なの。で、この最高校10年の、うん、確か初代のってなんかいろいろ条件違ったはずなんだけど、そう。なるほどね。あ、意外とかといってだからといって何かが優遇されてるっていう感じのバトルビーストでもなくて、結構不思議な大会だなって思って。10年前に実は日本で決勝ライブを見たんだよね。そう、まだギゼがなんだろう、全然まさにデビュー前でしょう。全然デビュー前、全然。その時の優勝したのはホーンズラ戦争だったかな。そうそうそう。いや、当たってる。うん。当てる。あとはなんか、最近あの、フジロックでさ、はいはい、ザ・フーが来たんだっけ、ザ・フーと、インドのやつ。なんだっけ、ブラッディとか、インドの、インドフォーク系ラウドみたいな、うん、あのと、モンゴルのフォークみたいな、うん、
あの辺のバンドがね、なんかやっぱり俺も好きな理由がなんか音楽がだよね、俺。ああはいはい。あのどっちかだったらああいうちょっとなんていうの、まあブラッティウッドのちょっとあの笛とか入ってる感じはかっこいいなと思う。うんうん。ちょっとだったらラウドロックじゃん。まあね。あのニューメタル系というか。うん、でザ・フーに関してもなんかこうもうメタルなのかも怪しいレベル。だけどなんかねすごいね自分の国をね誇ってんだろうなっていう、誇りに思ってんだろうなっていうのは、うん、思うんだよね。確かに国へのリスペクトは感じるね、ものすごく。そう、自分たちの国に対するアイデンティティみたいなものをすごい打ち出してて、でなんかそれはギゼの やろうとしてたような、やろうとしてるようなことも、最近やろうとしてるようなこともなんかこう通ずるのかなっていう意味ではすごい好き。うん、確かに。So now we are talking about what interesting so heavy metals topic news whatever. So now you know Indian band Pratute coming to Japan and the Mongolian band The Who played in Japanese festival. So.I really love these two bands because they have a really proud of them own countries and it seems like a really great they have an identity of them own countries and of course so we are Gize also have a proud of Japan and we have a really Japanese taste, Japanese sound, Japanese instruments because we are Japanese. We don't want to play just copy band, you know.But you know, first beginning moment of our band, probably our band seems like just only similar with a Western band, like a Children of Bodom, like In Flames, like whatever, any melodic death style. But we had a great experience like overseas touring, so we changed to, you know, this recent style.So we're proud of listening to our sound. Yeah, so that's why I have a really inspired from this two band. Of course, any another folk metal band too. ですね。ノーサー。まあでも、なんだろうな、ツアー、なんだろう。海外でいうと結構フェスとか、まあ、日本もかフェスとかがだいぶ動けるようになって、そうだね、うん、兆しがあるというか、うん、それこそ今週末ダウンロードだしな、そっかそっか、うんうん、いやでもさ俺この間東京行った時にそういうことがあったとか、はい、やっぱりちょっと危機感感じる、もし海外行って向こうで、うんうん、こう発熱とかあって向こうで治療を受けなきゃとかってなったりした時の、うん、得られるものとそのリスクっていうもののその天秤をかけなきゃいけない度合いがすごい確かに大変だなと思っておるのですよね。実際どうなんだろうね、その今海外行ったとしてそのどこまで厳重警戒っていうかその隔離隔離みたいになってんのが否かっていう、基本マスクしてないじゃん。うん、でもなんかやっぱり海外旅行行ってその向こうでそういう風になってで向こうの医療機関を使わなきゃなんなくてすごいお金かかったりして、ああそっか、滞在費も延滞しなきゃなんなくてとかっていうので困ってるみたいな人いて、やっぱそういうニュースとかあるから不安がないとは言えない。確かにそれはそうだ、ぶっちゃけリスクを考えると、うんうんうん、まあでもどっちみちね、あの来年ぐらいはアルバム出たらあのちゃんとツアーできたらいいなと。アジアンケースもねほぼ活動できなかったもん、ね、だって7月にリリースしてもう半年後にはコロナ来ちゃってたから、いろいろ決まっててこれから行こうっていう時だったから本当タイミングが仕方なかったけどね。うん、まあそうだな、あれに関してはな、もったいない。そうだね。So we are talking about next year's activity. So we wanna go to touring for next year because you know, Europe is already started summer festivals.
So we wanted really wanna play on there, you know. But you know, same time, so we have a risk, of course, because we are living in Japan. Anyway, but anyway, so we will release new album next year. So looking forward to our touring, yeah, and the release new album, new video, everything. はい、そろそろね、もう1時間経つね。9月17日のこと。お任せください。開演時間とかが決まりです。開演時間などは、メール皆さんお送りしたと思うんですけど、18時開演の19時、スタートで、今最終調整組んでますと。でですね、たかだか80名マイナス数名なので、でそれに1時間入場時間設けてるので、なるべくこのなんていうか落ち着いてというか、そんなね、また数日後に、座席表とかもお送りして、なんていうかストレスないように皆さん着席できるように、な会場作りにするので、どうか慌てずに楽しんでくださいというところです。俺一個リクエストしてもらって、はい、めっちゃいつもありがたいんだけど、はい、できれば入り待ちとかない方が、今回立地が別所ホールって場所にちょっと立地詳しいっていうか、昔高校の時とか使ってたんで分かるんですけど、ちょっときつそうなんで、できれば入り時間に、はい、みんながいるっていう状態にして、入り待ちとかない方がありがたかったりします。そうですね、はい。でまあそれもメールで多分お伝えすると思うんですけど、荷物の都合で、差し入れとかも本当お気持ちだけでいただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、いただかなくて、お気持ちだけいただきます。もう本当にそれでお手紙とかあっても嬉しいです。はい、そうですね。まあ感染対策っていう面もありますし、まあ何よりそのお客さん自身がね、その入り待ちとかさ、その整列じゃないけどみたいなので、まあベタに言うと密になってしまうっていうのを避けようと思っておりますので、どうかっていう感じ、どうかお願いしますって感じで。いやだからやっぱり結構確認メールしたら何人、本当数えるほどですけど、その来れない方もコロナが今すごいじゃないですか。でなんかこういろいろ仕事の都合で来れないとかっていうのがね、有給消化だったりとか、そのいろいろな都合でやっぱそういうのまだやっぱあるんだなって思ってるんで、すごい心苦しいです。ごめんなさい、俺そして全然コメントを終えてなくてすいません。I'm sorry, I couldn't read well comment or comment because we are talking about next our Japanese show, so we'll play our solo show at next month in our home country, homeland, Hokkaido. So that's why, so we are talking with Japanese language. Oh, 最後のライゴに意気込みですね、中山は。僕？もう、そうですね、本当に3年半ぶりに、皆さんの前に、立てる機会がようやっと来て、これまでね、延期で、どうにもこうにも皆さんの前に、立てる機会っていうのが本当に貴重な時間になってしまっているので、それの復活に向けて
全力で準備してまいりますし、皆さんも安全に安心に何よりいい音楽届けられるように、ここから1ヶ月頑張りますので、皆さん楽しみにしててくれたら嬉しいです。です。はい。いや、でもやっぱ俺はあれかな、先週の自分の仕事の件での体調のことで、その、入場できなかったとか、あるし、うん、まあ今日もちょっと演奏はね、しない感じになっちゃったんで、うん。なんかまあまずはみんな健康で本当にそれトラブルなくまず入れるってことがまず一番本当にそうです本当にそうあとは俺らもだし参加者もだし誰も嫌な思いしてほしくないです本当それ本当それはいコンサート会場ってさやっぱりその知らない人同士だとやっぱりちょっといろいろなきにしもあらずやと思うんですよやっぱり他人同士だからぜひね思いやりお互いみんなが持ちつつ僕らを担いでいただけたらすごい嬉しいでございます。その代わりに俺らは最高の演奏をね、する、うん。ブランクありますけど、精一杯演奏したいと思ってます。はい。はい。So, thank you for watching today. So, we are sorry about, so we are talking a lot with Japanese.Because so we are, you know, difficult to use English. すいません。I'm so sorry. Yeah. But actually, I want to talk with Aruta with English. So what do you think, Aruta? So sometimes so we need to use English for overseas. Yeah, I know. Yeah, it's really good thing, I think. Yeah, I think too, but it's a little bit hard for me now.No, I don't think so. Just you can try and yeah. You know, our YouTube channel subscribe is almost 40,000 40,000 maybe. Yeah, 40,000 almost. So really thank you so much supporting. So we are always thinking about worldwide activity and we always appreciate for every country's fansBut please forgive. So we often use Japanese. Yeah, but next time, so hopefully, so we'll play music because music is no language. Mm-hmm. Actually, I am thinking about I'm using language by lyrics, but music is music. So yeah. Anyway, so please.Looking forward to our new album and our new activities. But please don't forget, so please buy our new merchandise. It's really helpful for our activity direct, you know. So really important for us. ちなみにもうちょっとずつ売れ始めてます。So few fans already buying, sale. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.Yeah, anyway, and please follow another social media, whatever, like Instagram, whatever, anything. はい、すみません、ちょっと英語の挨拶最後若干長めにしちゃいましたが、日本語ばっかりで、申し訳ない。このファンにはちょっと申し訳ないなっていう思いもあったんですけど、で、アルタ君ともちょっと、英語でアルタ君と会話するのもちょっと面白いなと思って、はい、やっぱりツアーしばらくなかったからサボってると思うんですよ。そう。俺以外。英語聞いてないからね。俺めっちゃいない時でも YouTube だとかディズニーチャンネルとかで英語ずっと勉強してるから、うん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 。普段のやり取りの英語だし、うんうんうん。書きはできんだよな。ああもう典型的な日本語。そう。マジマジ本当それ。俺書きが適当だけど喋りも適当だけどちゃんと会話ではできちゃう。そうよね。適当なんだけど。いやそれでいいんですよいいんですよつってやんねんだけどな俺。いやでも楽器も何でも努力が大事でね。そうですね。マルクも頻繁にツイキャスやってるんで、うん、
So Arta is almost every day, so he's live stream on Twitchas. Please check to his profile. And I also sometimes live stream on Twitch. So it's practice live, like a guitar with vocal. But I'm really sorry today, so my health is not perfect. And so hard to shout in with guitar today. I will rest a little bit. Yeah, thank you for watching today. はい、じゃあ今日はありがとうございました。グッズね、あの明日までの人は先着でピックももらえるということで、はいはい。So if you buy our new merchandise till tomorrow, so we'll present gift to gift free our new pick for you. はい、ライブ楽しみにしてます。まずはグッチもしてライブのテンション上げていきたいと思います。ありがとうございます。嬉しいでございます。じゃあ締めてください、アルタ君。はい、アルタハ。まあ、突然という形にはなってしまいましたが、こう YouTube ライブをまたやらせていただく機会ありがとうございますと。ありがとうございました。ごめんね今日は。いやいやいや。そしてまあいい感じにグッズ紹介できたと思いますし、これ着てね、そのさっきのスマホに貼るとかそういう話じゃないけど、少しでも身近に義勢を感じてもらえればと思います。はい、ありがとうございました。これ止まってるかもな。